皆さんこんこにちはレックスエニー講師の厚田です、えー、それでは FP 本試験2022年5月の2級本試験の、えー、採点及び公表をしていきたいと採点及び公表していきたいと思います、えー、とまず、えー、受験された皆様お疲れ様でした、まあ、あこれは、まあ、後日収録になってますので今手元に問題及び回答を私が持っている状況なので 例えば学科試験であればあの1問1点ということなので、まあ、単純に36箇所以上、えー、正解があれば合格ということになるんですが、まあ、2級のちょっと厄介なところは実技試験のうち今回は日本 FP 協会の資産設計提案業務および金融財政事情研究会の個人資産相談業務でこちらについては、えー、回答はですね 公表されるんですけども配点が一切公表されないということでそうなると例えば特に FP 協会の場合だと問題が40問あって採点箇所も60から70ぐらいあるんでじゃあここ何点なのと。 さすがに、ここを気持ちで5点にしようとかそういう人はいないと思うんですけども、まあ、そこのところで、ですね場合によっては合否、分かれてきますので、まあ、今回はそちらの、えー、まあレックの、まあ、もうえ数十年にわたる実績のところから、ですね、まあ、ここはまあ1点だろう、2点だろう、3点だろうみたいな形で申し上げながらやっていきますので、もし興味があれば、ホームページ参照していただければ、ですね、えー、合否判定もできますので、ぜひ活用いただければというふうに思います。 なので、こちらはメインとなっているのが、拝点予想になっているので、ちょっと最初に、まあ、答えを言ってから拝点予想をして、まあ、あま時間が余れば、まあ、簡単な解説などをさせていただこうかなというふうに思っております。はい、では、学科試験からいきます。学科試験は、近材も教会も共通の問題を使っていますので、こちら自体は単純に1問1点で60、60点満点の36点以上で合格ということなので、まあ、特に問題ないんですけれども、ちょっと念のためです、ね、答えだけ申し上げたいと思います。 えこれはまあ公表されているものをえただ読み上げます、まあ、読み違いあるかもしれませんので皆さんの方でえ改めて確認をしていただきたいんですがえ科目がまあ2級の場合はえとライフ、リスク、金融、タックス、不動産相続という順番で10問ずつなのでえまあ最初ライフから見ていきます。5問問問みで申し上げます、えー、問1が1問2が3 問い三が三、問い四が三、問い五が四、もう一度繰り返します。問い一が一、二が三、三が三、四が三、五が四。次、問い六から問い十です。問い六が二、問い七が三、問い八が二、問い九が四、問い十が一。もう一度、六から十です。六が二、七が三、八が二、九が四、十が一です。続いて、科目変わってリスクです。問い十一から十五までいきますが、問い十一が二。 問12が4、問13が3、問14が3、問15が3です。もう一度、11から15ですが、11が2、12が4、で13から15まですべて3です。続いて、16から20になります。問16、1、問17、1、問18、1、問19、2、問2、2、二。 ちょっとわかりやすいんですが16から18がすべて1 19と20が2という回答になっています続いて問い21から問い25に移りますこれ金融です問い21が4問い22が4問い23が3問い24が3問い25が3となるのでもう一度21と22がどちらも4 23から25がすべて3という回答になります 続いて後半の26から30ですが、問い26が3、問い27が4、問い28が2、問い29が4、問い30が1、26から30繰り返しますと、26が3、27が4、28が2、29が4、30が1となります。続いて問い31から35の今度タックスに変わります。 問い31が2、問い32が4、問い33が1、問い34が4、問い35が2、えー、繰り返します。31から35が、31が2、32が4、33が1、34が4、35が2です。続いて36から4十に移ります。問い36が4問い37がが 問38が3、問39が2、問40が2ということで、もう一度36から40ですが、36が4、37が1、38が3、39が2、40が2となります。続きまして、科目が変わって、不動産の問41から問45です。問41が2、問42が3、問43が2。 問44が1、問45が4、えー、もう一度41から45ですが、41が2、42が3、43が2、44が1、45が4です。次、46から50に移ります。問46が1、問47が2、問48が1、問49が3、問50が2、えー、46から50ですが、46が1、 47が2、48が1、49が3、50が2です。最後の科目、相続です。問い51から55までまず読み上げますが、問い51が4、問い52が1、問い53が4、問い54が4、問い55が3、51から55ですが、問い51が4、52が1、53が4、54が4、55が3、56から60に移ります。 50問56が4、問57が1、問58が2、問59が1、問60が4、56から60ですが、56が4、57が1、58が2、59が1、60が4ということで、ちょっと今現在、公表されている回答はこのような形で、まあないとは思うんですが、もしかしたらあるときには必ず、実施団体のところで回答に訂正がありますとなりますが、その 案内がない限りはこのままの、えー、答えが正しいということで、まあ、こちら、単純に36点以上、えー、まあ36箇所以上正解があれば合格ということなのでちょっとこちらについての配点は行いませんでは、ちょっと早速本題に入っていきたいと思いますのでまず FP 協会の資産設計提案業務の配点から申し上げたいと思います金材を受けた方ちょっと少しお待ちいただきたいと思います。 で、こちらなんですけども、FP 協会の資産設計提案業務は問い、問、えー、1から問い40まで、えー、消耗が40あります。 でただ、えー、一つの問題に答えが4箇所、例えば、あ、えー、い、うえがあって、えー、正しいものには丸、間違っているものには×とか、あるいは、えー、語群の中から答えを選べ、えー、例えば、あが1とか、いが2とか、うが3とか、そういう形で選んでいく形なので、基本的には回答したものについては、最低でも1点入るというふうに考えてもらって、あとは2点、3点、えーですね、1点のところ、2点のところ、一部3点の箇所があったりするので、まあ、そこのところでもしかしたらですね、でこれ 配点は公表されませんので、まあ、レックの、えー、例えば配点やったら60点60例えば1点だったと言ってもちょっとすいません場合によっては50点台に落ちる可能性がありますし逆に50点の58点とか59点でも場合によっては60点に乗ってくる可能性もあるので。 ちょっとその前後の方がどちらになるかわからないとただ通常は65点以上取れていればおそらく一部二部一部のところで点数が前後ちょっと点数が変わったとしてもそれで50点台に落ちることはないと思うんでご安心いただければということでですねでは早速やっていきますでここからちょっと回答を申し上げませんので配点だけ申し上げていきたいと思いますはい、では申し上げます第1問のところからいきます 問題が二つあります。問い一ですが、えー、各一点の計四点、各一点の計四点。次、問い二です。問い二が二、えー、点です。問い二が二点。なので、えー、合計、えー、これの証文としては六点満点の配点となります。次、第二問の金融ですね。えー、金融ですが、えー、問い三が各一点の計二点、各一点の計二点、問い四が各一 点の計4点、各1点の計4点、問い5が2点、問い6が2点となりまして、第2問の合計が10点という配点になります。続いて、第3問ですが、第3問は確か不動産だと思うんですが、えー、不動産ですね、不動産の第3問に移ります。えー、と問7が2点問7がが点点 問い8が各1点の計4点各1点の計4点問い9が2点問い10が2点ということでこちらも合計すると10点の配点となります次第4問これリスクです第4問がリスクになりますが第4問問問11から問14まであります問11が各1点の計3点,各1点,の計3点問12が2点 問12が2点問13も2点問13も2点で問14が各1点の計4点各1点の計4点ということで、えー、とこの第4問合計すると11点11点の配点となります続きまして第5問の、えー、これがタックスになるかと思うんですがそうですタックス第5問のタックスに移ります はい、では、第5問、こちらがですね、15から18まであります。申し上げていきますが、えっ、ー、と、問い15が2点、問い15が2点、問い16が各1点の計算点、各1点の計算点、問い17が2点、問い17が2点、問い18も2点、問い18も2点ということで,で、こちらが合計するとですね、9点です。配点が9点となります。 続いて第6問のですね、えーと、相続です。相続に移ります。19から22まであります。えー、問19が、えー、と2点、問19が2点、問20が各1点の計3点、各1点の計3点、 え、問い21が2点、えー、問い22が2点、えー、ですね。となりまして、まあ、あの、問い20だけが各1点で、あと残りは全部2点ずつということで、えー、合計するとこちらも9点です。第6問も9点満点の配点となります。えー、続きまして、第7問が、あとですね、第7問が、えー、ここからですね、まあ、ライフの、まあ、ちょっと総合問題というわけじゃないんですけども、キャッシュフローを使った問題に移ります。 問い23がて2点、ずつです問い24が2点、問い25が2点、えー、23、24、25、すべて2点ずつで計6点の配点となります。 続いて第8問。これは係数早見表を使った問題で、こちらも3箇所ありますが、すべて2点ずつということで、第8問が26から28まであります。問262点、27も2点、問28も2点ということで、計六点線、ね。第8問が計6点の配点となります。 続いてここからライフの総合問題が2つ続きます。大問が2つ続いて終わりとなりますが、まず最初の大問9ですで。こちら29から34まであります。問い29が2点、問い29が2点、で問い30、ここ注意必要です。3点にしました。問い30が3点です。問い31が各1点の計4点、各1点の計4点、問い32が2点。 問い33が2点、問い34が各1点の計3点ともう一度、えー、繰り返しますと、問い29が2点、問い30、ここが3点、えー、31が各1点の計4点、32が2点、33も2点で、34が各1点の計3点ということで、合計すると第9問が16点の配点となります。えー、では次、最後の総合問題が第10問、これで問題終わりです。 はい、では35から40です。 でまず、問い35、これが確か、えー、バランスシートの金額ですけども、問い35が3点、これ3点です、単独で3点です、で問い36が各1点の計4点、各1点の計4点、問い37が2点、えー、問い3七が二点、問い十8が各1点の計3点、各1点の計3点、問い39が各1点の計3点、各1点の計3点、で40が2点、えー、もう一度、えー、35が3点です。 問36が各1点の計4点37が2点。 38が各1点の計算点、39も各1点の計算点、で40が2点ということで、えー、この大問十では、えー、17点の配点ということで、これ全部合計すると100点満点になりまして、えー、これは発表されているのは60点以上で合格であるということは発表されていますので、今申し上げた、えー、点数を積み上げていっていただいて、60点以上になるかどうかの、えー、確認をしていただくとで。特に後でちょっと申し上げたいと思いますが、3点の箇所が ま必ず出てきますでこれはまあ我々がです、ねまあ、経験則に基づいて、まあ、ここは2点だろうでもこ,っちここは3点だろうなとかそういうのがまあ,あるのでそこはちょっと申し上げさせていただきますがちょったん、えー、FP 協会の配点予想はこれで終わりとさせていただきますでは続いて、えー、金材の個人資産相談業務ですかちょっとこちらに移りたいと思いますので、えー、こちらの配点予想もしたいと思います はい、でこちらについては、まあ、2級も、えー、3級も共通なんですけども大門、えー、が5つあります第1問第2問第3問第4問第5問で共通しているのは全部10点ずつの配点がありますで50点満点になりますので、えー、50点の中で、えー、30点以上で合格ということで、まあ、単純にあの3級であればですね大門、えー、に3つの問題しかないので配点が3点3点4点、まあ、4点が1箇所3点が2箇所ということで、まあ、4点がどこか どこに来るかというところがポイントだったんですが今はあの配点も公表されるようになったのでもう3級ではもう争いがなくなりましたが2級についてはあの合計点は言われてもその各門ごとの配点はしてくれないので、まあ、そこでじゃあ今回、えー、配点予想をしていきたいと思います <laughs> では第1問のライフからいきます、えー、こちら問1から問3までありますが、えー、問1が各1点の計3点 えー、各一点の計三点、問い二が、えー、各一点の計三点、各一点の計三点、問い三、えー、各一点の計四点、各一点の計四点。ですから、えー、第一問は全部一箇所一点ずつです。一箇所一点ずつの合計十点ということで、こちらはおそらく争いはないと思います、えー。このままで終わりだと思います。続きまして第二問の金融に移ります。 ちょっとここが、えー、ややこしいちょっと悩みどころもあるのでちょっと申し上げると、えー、第2問の問4から問6ですがまず問4これ各1点の計4点各1点の計4点で問5ここがちょっと悩みましたが問5、えー、丸一が2点丸一が2点で二が1点で計3点もう一度、えー、問5の丸一が、えー、2点 丸2が点点で計3点で問い6は各1点の計3点各1点の計3点ということなので合計すると10点なんですけどももしかすると例えば問い5のところが場合によっては丸1が1点で丸2が2点という可能性1.5点1.5点はないのでどちらかが2点でどちらかが1点だと思うのでそこはちょっと分かりませんけどもまあこういう配点になるだろうなということになります <laughs>。 続きましては第3問のタックスですで。ちょっとここもですね、うんまあ、ちょっと個人的に悩みどころなんですが、まあ、ここを申し上げさせていただくと第3問タックス問い7から問い9ですが問い7が各1点、えー、かける、えー、各点かけなので計算点、各1点の計3点で問い8なんですけどこれ一丸にありますが今回はともに各2点にします。各2点。 さっき金融の場合は一部が2点一部が1点でしたがここはまあ平等に2点ずつと1、2点、2、2点としたいと思います。問い Q が各1点の計算点各1点の計算点で合計すると10点満点ということになります <laughs>。では第4問の不動産に移ります。 まあここからは特に争いはないです。問10から問12ですが、問10が各2点です。これはどちらも2点ずつ。丸1も丸2ももも点点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 点ずずつつつで計点ででで計計計計計問問が各1点の計3点各各各1点のののののととといいうここここれ満すににてはししましたけど これはまずないと思うので2点ずつでよろしいかと思います続いて第5問の相続です <laughs> えこちら問い13が各1点の計算点各1点の計算点で問い14も各1点の計算点各1点の計算点で問い15も各1点の計4 1> 各1点の計4点ということでこちらも、まあ、特に争いはないので、えー、1箇所1点ということで,でこれ合計すると50点満点となりますので30点以上で合格ということになります。<laughs> で先ほど申し上げたようにあの、まあ、1箇所1点のところ特に問題ないんですけどもあの問題によっては1と2があって。 であの配点の関係上3点、まあ、2か所あるんだけど3点の場合おそらくどちらかが2点でどちらかが1点だろうとでただ、えー、各2点があの各2か所の4点というところがあってタックスと、えー、不動産で2点ずつのところ2つありましたがちょっと個人的にはですねまあここのところについてはタックスはちょっと傾斜配点でもいいのかなと、まあ、どちらかが1点でどちらかが3点でもいいんじゃないかなとは思うんですけれどもあの計算の仕,方仕組みがですねちょっと複雑なので。 ということも考えたんですけどもただ2級の試験は競争試験ではないと競争試験ではなくて単純に、えーまあ、今回の場合、えー、こちらは実技試験なので30点以上で合格なのでもう事前にですねもう配点は出てるはずなので、えーまあ、1級とかになってくると競争試験になってくるんで、あのー、得点者が多いところに点数を 固めて得点が少ないところには得点をですね少なくするとかそういう傾斜配点が考えられるんですけども今回に関してはまあそこまで深く考えずにですね単純に1問2点でいいのかなというふうに思ってますので第3問の問8だったり第4問の問10どちらも2点ずつという配点させてもらいましたが場合によっては若干さっき申し上げたように点数が 前後逆になる可能性もあるので例えば28点の方でも諦めていただきたくないですし32点の方でももしかしたら20点台になる可能性もあるでも33点以上取れてれば基本的にはそれが3 30点を下回ることは多分ないと思うので4点ずれるということはないと思うのでそのような形でですね、まあ、考えていただければという,ふうに思います。<laughs> はい。では、あと残り時間を使ってですね、まあ、あの、解説をしていきたいと思います。はい。では、まず、えー、学科試験からいきたいと思います。もちろん60もあって、選択肢4つあるんで、240箇所、あんまこ、えー、説明はできませんので、まあ、ちょっと簡単な話だけさせていただきたいと思います。例えば、ライフの問題1からなんですけど、まあ問題1は、この、えー、と、 FP の関連法規という問題よく出てくるんで、ここについては確実に正解を取っていただきたいなというところです。で、また、えー、問題2のですね、えー、係数の問題がありますけれども、<laughs> これは例えば、えー、と FP 協会の実技試験を受ける方は必ずですね係数早見表を使った問題が先ほどもまああの拝点予想で申し上げさせていただきましたけども必ず6点分出るんですよ6点分出て60点で合格のところの1割が、えー、もう予想できるんですよ必ず出ますよという問題が分かるのでですから係数早見表を、えー、苦手にしてで苦手にしてあの合格はないと思うので、えー、まあもちろんですね、えー、近在の 実技を受けける方ももそうですけれどもケース早見表については、えー、まあと問題3から問題7ぐらいまでが年金だったり社会保険に関するような内容だったりするので、まあ、ちょっとここのところはですねあのしっかり年齢だったり日数だったりとかそういうところとパーセンテージとかそういうところはしっかり覚えるべきところかなと思います。 はい、でえっ、ー、と問題9がですねちょっとこれが時間かかりそうだなということでただまあ2級のですね学科試験は2時間で60問なのでおそらく時間切れになることはないと思うんですねでただ問題9はこれ正直言うとえっ、ー、と検査軽減額の計算式ということで、えー、係数早見表を使ってもいるのでちょっと正直ちょっと若干時間かかるかなというところもあるのであのこれ例えばあのー、見て。 例えばある問題の1問目を見て読んだ瞬間にこれ正解だなというのが分かった問題も1点ですし、まあ、5分かけて5分時間かけて解いた問題でも1点は1点なのでもしちょっと最初にあまり時間かけたくないなというのであれば問題9は後回しというのもまあ,ありかなという気はします。 はいでは、続いて問題11からのリスクですね、リスクについては最初に生命保険に関して出て、あと法人の内容、そして損害保険が出て、また法人の内容ということで、典型的な問題だとは思うんですね、今回のところも。最初の個人年金、次がです、えー、失礼しました。 生命保険の一般性ですから、えー、定期、就寝、まあ、養老はここではなかったんですけども、まあ、定期、就寝、あるいはあの三大疾病、保障定期保険とか、まあ、そんな形になっているんで、まあ、ここのところは落としてはいけないというところですし、まあ、個人年金もまあ今後のことを考えると重要性が高いようなところかなと思うので、落としてはいけないと思ってます。で え途中の問題15から損害保険に変わりますが、まあ、損害保険の大きいところですね、えー、まあ自賠責とかまあそんなところは出ていたりとかするんで、まあ、こういうところも解けるようにしておいていただきたいなというふうに思います。 あとは問題19がですね、第3分野の医療保険に関しての一般的な商品性ということで、まあ、こちらについてもですねあの、解けなければいけないかなというふうに思いますので、まあ、こういう問題も典型的な問題ですから、ぜひ正解を取っていただきたいなと思っています。そして21から30のですね、金融なんですけれども、例えばですね、 今回は計算としては、まあ、問題24は計算問題ではあるんですけれども、まあ、よくあるのが問題25で、えー、株式指標の一般的な特徴に関するということで、まあ、PER とか PBR とか配当成功 ROE の話がありますが問題によってはこれを自分で計算させるような学科試験もあったりします。 で,できれば PR とか PBR とか配当成功、ROE の計算式は暗記すべきだと思いますので、ちょっと暗記はしておいていただきたいなというところとなります。あとは、問題29見ていただくと、NISA に関して、今回、一般 NISA と積立 NISA の話が出ていますが、まあ、NISA というのはよくまあ出てくる問題なので、ここのところについては確実にです、ね、正解を取っておいていただきたいというところになります。 はい続いて31から40のタックスですね。えー、で、ここなんですけども、えっ、ー、と、まあ、31はちょっとですね、判別がしにくいなということで、疲れてくると、多分これですね、あれ、正解ないんじゃないかなと思うかもしれませんけれども、まあ、あのちょっと31はちょっと、うん、判別が難しい、若干ですね、ちょっと難しい問題かなというのはあります。 で問題32が、えー、所得金額調整控除の話があって、まあ、これが2、3年前ほどのです、ね、税制改定で入ってきたところで、まあ、今後もです、ね、所得金額調整控除のところ出るかもしれませんので、まあ、この問題のレベルで構いませんので、頭に入れておいていただきたいなと思います。 逆に問題33タックスでは大体問題33か34番で必ず損益通算の問題が出るんですけども損益通算は計算問題が出たり今回みたいな文章問題が出たりとどちらも可能性としてはあるので損益通算は必ず正解を取っていただきたいなというふうに思います。 はい、で34がまあ医療費控除、で35が住宅ローン控除ということで、まあ、こちらの、まあ、34はえ所得控除の典型的な問題、35もえ税額控除の典型的な問題ということで、で今後、ですね、住宅ローン減税もえせ。 税制改正がありますので、あの特にですね9月,9月試験だと、えー、本年の4月1日現在の、えー、法施行のものになるので、例えば、えー、今年の4月1日の、えー、改正の大きな目玉は、成年年齢の引き下げです、20歳から18歳に引き下げられましたが、今回それに関する問題が、ちょっと先ほどあの斜め読み程度ではありますけれども、全く出ていなかったと、恐らく今後、9月になってきた、まあ、ただ2級の場合だとそこまで出るかどうかは分かりませんが、その先の1級とかになってくれば、 確実にですねあの4月一日法施行になっているので18歳に絡むような問題がたくさん出てくると思いますので、えー、どこが、まあ、20歳から18歳の,、えー、その年齢改定によってどこが変わっているかというのをしっかりつかんでおかなければいけないのかなというふうふに思ってはいますので、まあ、5月検定は税制改正はそこをさほど、まあ、要は前年の10月一日の法施行のものになるので税制改正の影響をほとんど受けないんですけども9月試験からはですね税制改正大きく影響を受けますので、えー、そこのところ

ということで、まあ、あとはまあ問題38は消費税、まあ、消費税の問題は基本的に今タックスではほぼ毎回出てますので、しっかり入れ頭に入れていただきたいのと、あと問題40が、えー、ライフでも決算書に関して、ちょっと内容は決算書ではなかったんですけども、決算書に関する問題が出てましたが、タックスでは決算書の具体的な内容まで踏み込んで出てますが、これ会計を知っている方からすれば、多分読んだ瞬間にあこれが間違っているって判断できるような非常に簡単な問題なので、ぜひあの会計を学んだことがない方でも、えー、最低限の 知識はですね、えー、入れていただきたいなというふうに思います。で41からえー、50の不動産ですけどもまあ、こちらのところではですね。例えばまあ、問題42。これは典型的なまあ、問題で、これ落としてはいけない問題です。で、まあ、ここのところについては。 えー、まあ3番が間違ってますね。これ80%にしなければいけないので、まあ、ということで、これは産休を受けてる方でも、えー、正解が取れるような問題じゃないかなと思うので、えー、これは落としてはいけませんし、あとですね、改正民法の話が、まあ43のところでも出ているはずなので、えー、ただ、ごめんなさい、43のところは、えー、民法の規定ではありますけども、えー、失礼しました。改正民法はないですね。ただ、えー、まあこういう、えー、契約に関する話とか、あと44番は、釈地借地 釈迦法の、まあ、今回、借地権の問題が出てますが、あのこれ、出る時にはあの2級の場合は借地借下法から2問で、今回は問題46で区分所有法のところが出てますが、まあ、同じような、えーですね、テキスト、例えば10ページぐらいのところから3問出るような、非常にです、ね、重要性、不動産においては重要性が高いところがあるので、借地借下法や区分所有法、ここはしっかりですね確認をしておいていただきたいところとなります。 はいちょっとあとは飛ばさせていただいて、えー、問題51から60の相続に行きたいと思います。でえー、相続のところなんですが、まあ、今回52番で親族に関しての問題が出てましたが、まあ、ちょっとこれは民法的な問題なので、知っていれば解けるし、知らなければ解けないような問題かなと思います。 あとは遺言ですね、問題56ちょっと開けていただきたいんですが、問題56、これがまあ成年年齢のとこ引っ掛けていると思うんですが、遺言は満15 18 5 1歳以上で、18歳以上のものじゃなければできないよとありますが、これは全く関係なく、昔から15歳以上ですから、ここは全く関係ない、まあ、そこのところ、法改正にも関係ないんだけども、えー、まあ引っ掛けの意味合いも含めて出しているんじゃないかなというふうに思います。 はいで、あとなんですけれども、うん特にちょっと、まあ、出題形式としてはうん、例えば59ってあんまり、えー、相続ってここまでの図が出てくることはないんですけども、まあ、決して難しい問題でもないですし、まあ、60の法人なりもありますけれども、ここのところも、まあ、 知っていれば解けるとところではないかなか思ってちょっと若干、ですねえ相続よりもタックスエチックなところかもしれませんけども、こんな形ではありますが、最低限のところでですね正解を取っていただきたいなというところで,で、今後はあの間違いなく成年年齢のところに絡めた形が出てくるので、今回、例えば相続、相続が一番影響を受けるところだと考えておりますけども、例えばえ相続時生産であったり、教育資金とか、そういうところの年齢変わるようなところ、 全く出出てておりませんのでで教教育育資資金金はいいななさ関係ないですね、えー、ただとはいえ、そういう18歳がらみのところが全く出ていないので、まあ、そういう意味で言うとやっぱり、えー、法改正にいんで今回は取材を見送ったということが言えると思うので、まあ、次回以降、もし、えー、他の給で受ける方がい,た時いる場合にはしっかりそこのところも踏まえながら、えー、対応していただければと思います。 では学科試験終わりで次、えー、じゃあ金、えー、FP 協会のですね実技のところに行きたいと思います。FP 協会の実技試験は非常に、えー 問題数が多くてですね、まあ90分という時間なんですけれども、おそらくこれ時間切れですね可能性もあると思います。まあ、ですのであの解けるところからどんどん解いていき、あとですねあのたまにいらっしゃるのが丸罰ということで、まあどっちか書けば例えば半分の確率当たるんだけど丸罰すら書かないという方もいらっしゃるんで、必ずですね丸罰のところはわからなくてもまあ丸か罰を入れていただくとか、あと五群から数字を選ぶようなところについてはわからなくても。 それにふさわしい数字を入れていくとか、えー、入れていけば点数取れる可能性もあるので諦めずにですね書けるところどどん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 書いていただきたいなというふうに思います。 はいで、えーまあ、ちょっと最初の第1問は飛ばして、ですね第2問の金融で、金融がですね必ず協、えー、会の場合、2問目に来ます。ただ2問目に来るんですが、計算問題が絡んでくるので、まあ、今回の場合は、えー、問い3や問い5、あと問い6もですね計算問題になっって、まあ、ちょっと計算問題ですねとなっているんで、ここで時間かかってしまうと、ですね残りの問題が、えーまあ、時間足らずになってしまうというところであったり、あと必ず問題は、最後 この後半2問が、えー、ライフの総合問題が2問必ず続きます。で、ここのところが、えー、今回だと、えー、16点と17点33点配点あるんですよ。で、あのー、金融のところは時間かかっても10点しか配点がないんですね10点しか拝見ないところに何十分も時間かける必要ないと個人的に思ってるんでできれば金融は後回しにした方が個人的にはいいと思います。えー、で 9とか10の,、まあ、大,門のと大門で得点が多いところそこに時間かけた方がよっぽどいいと思うのでそういうふうな形で解き方もです、ねまあ、自分の理解に合わせて初、ねまあ、めから解くのもいいでしょうし後ろから解いてもいいでしょうし得意な科目から解いてもいいと思いますが、まあ、順番通り解く必要は全くありませんからあの FP 協会の場合はもう完全に時間切れを狙った問題を作ってますのでただ資料においてもいらない資料を入れたりダミーデータを入れたりとそういうことは多々ありますからそういうことを惑わせ されないように解いていただきたいなというふうに思います、まあ、金融は計算問題が多いということは申し上げさせていただきますで不動産についてはですねまあ、今回の不動産はまあ答えを自分で書かなければいけないのでちょっと不安になるかもしれませんがあの答えが用意されている問題よりも答えを自分で書く今回の場合問い7ですね問い7を埋めていくようなあの自分で入れていくんですけども 問い7のような問題は非常にシンプルです、引っかけは基本的にありませんから、えー、普通にやっていただければ答えが出るようになってますので、あの自信を持ってですね、えー、回答してほしいなというふうには思います。 はい、あとは、まあ、問い8も典型的な登記、えー、事項証明書、東本の読み方の問題であったり、また、えー、先ほど学科でもありましたが、問い、まあこれも今回も言えるところなんですけれども、あのー、FP 試験は必ず午前中と午後については、取材形式変わっても、取材範囲は全く同じなんですよ。 学科で先ほどあの公的な土地価格の問題があったと思いますがもし不安があれば昼休みの間にそこのところを見返してもらえれば等級のところは確実にこれ2点だと思うんですが2点取れると思うのであの午前中の試験で不安があったり、まあ、ちょっとなんか気になるなと思うところは必ず昼休みで、えー、確認いただくと場合によっては5点とか10点ぐらい拾える可能性もありますから、えー、ちょっと昼休みを有意義に使っていただきたいと思います。 はい、続いて、第4問の問い11なんですけども、リスクの問題は必ず保険証券の読み取りになります。で、その時に、例えば、あの、問い11のところの、保険証券1を見ていただきたいんですが、これ、まあ、一つ引っ掛けがある、引っ掛けというか、まあ、毎回同じなので、まあ、申し上げさせてもらうと、 保険証券1の株にですね契約内容ということで、まあ、就寝保険が300万定期保険がまあ2000万とかありますが3つ目がポイントです三大疾病保障定期保険特約保険金額ということで1000万ありますでこれ名前を見ると三大疾病になったら1000万もらえると考える方多いですけども違いますから。 これは三大疾病になったら生前亡くなっていなくても1000万払うよでも交通事故で亡くなったこれ普通の定期保険ですから交通事故で亡くなっても1000万もらえるんだけども亡くならなくても三大疾病になったらもらえるという、まあ、保険料を少し上乗せして払ったオプションで払ってですねもらうようなものになってますので、まあ、ですから交通事故で亡くなった時にあの三大疾病って書いてあるから交通事故含まれないと考える方たまにいらっしゃいますがそうじゃないのであの三大疾病はこれ交通事故で亡くなった 亡くなろうが癌になろうが、まあもらえるようなものだというふうな形で考えていただければと思うんでまあ、ちょっとそういう形で、えー、解いてみてください。はい、あと問い12のところでは、えー、保険料の控除の、えー、計算がありますが、ま速、あ、算表もあるので、えー、その内容がですね。何なのかえー、まあ、一般なのか個人年金なのか、介護医療なのか、そこら辺を見極めながら計算していけば難しい問題ではないのかなと思います。 続きましてちょっとこれで、えー、リスク終わりました。 で次がですねタックスですねタックスのところで、えー、最初が減価償却に関しての問題あと16が対象所得に関しての問題ですがこれもそんなに難しいものではないと思うんで、えー、しっかり得点を、えー、取っていただきたいと思いますですねちょっとすいませんそれぐらいでちょっとやめさせていただきますで第6問が相続ですねで相続の問19についてはこれ、えー、間違っていただきたくないのはここで聞いてるのは、えー、問題の冒頭にありますけども相 後続税税のの課税価格の合計計額を計算しなさいで答えは、えー、自分で書かなければいけないでここで出てくるのは遺産にかかる基礎控除額を引く前なのか引いた後なのかというところがありますけどもそこ整理できてないと答え用意されていないのであの例えば今回は、えー、相続人が3人だから、えー、遺産にかかる基礎控除額4800万引いてしまうといけないので引く前の金額ですよあとは数字をただ単に足していく、まあ、あとはちょっと生命保険料のところ生命保険金があるのでここだけはですね、えー 1500万引かなければいけないんですけども、えー、まず何を聞いているかそこをしっかり、えー、掴んでいただきたいと思いますまた問20のような、えー、法定相続の問題もこれ典型的な問題ですから落としてはいけませんし21番の小規模宅地もこれも典型的な問題なので絶対に正解を取っていただきたい問題となりますはい、えー、ではここから先、えー さまざまな問題が続きますが、まず第7問はもう FP 協会の問題では必ず出てくるキャッシュフロー表の読み取りなので、ここのところ6点ありますけれども、最低でも4点、で4点、ないしは6点、えー、取っていただきたいところですしまた問い、第8問のこれ係数早見表を使った問題も、これ十何年ずっとですねもうこの問題しか出ていないわけなんですよ。だから必ず2点が3箇所あるわけなので、この6点は必ず正解取っていただきたいので、えー、まあこれ 税制改正とか全く関係ありませんから古い問題でもいいので引っ張りながらですいろいろな問題に対応できるようにしていただきたいと思います。 で第9問からがですね、えー、総合問題が続いていきますがこちらでも計算問題があるので、まあ、計算問題はちょっと後回しにするとかあ例えば問い30もちょっと時間かかりそうだから後回しにするとかでもいいと思うので、まあ、解けるところから一つ一つ、えー、着実にですね、得点を、えー、取っていただきたい稼いでいただきたいなというふうに思いますでまた第10問の総合問題の2問目なんですがここの場合は必ず、えー、バランスシートの純資産額を求めさせる問題がこれも毎回出ますでここ ここがですねあのどうしても、配点調整で使っている節が見られるんですよ。で大体100点満点しなければいけないのでそこでいつもこのバランスシートの問題を2点じゃなくて3点とかで場合によっては4点という時も4点入れなくてゃおかしいという時もあったりするんで最後の調整で使うのがバランスシートの問題なので必ず正解え取っていただきたいと、まあ、これはじかで評価していけばいいので必ずこれ正解取っていただきたいという,ふうに思います。 あとは資料が多かったりした時にはこれ後回ししてですね資料が少ない典型的な問題からやっていけばあの FP 協会の実技試験というのは意外とですね問題たくさんあるんですけどもあの高得点で合格される方非常に多いです。あの取れるところを着実にやっていけばあの合格できる、えー、科目ですから、えー、一つ一つ丁寧にやりながら毎回出るところそれを落とさずにやっていただければ1回で合格できると思うのでそういう形で、えーまあ、頑張っていただきたいと思います。はい、ではいでで最後に近在のですね 個人資産相談業務の、えー、まあ簡単な解説をしたいと思います。で金在の場合はです、ね、どうしても問題量は少ない90分で15問しか問題がないということで逆に言うとリスクがちょっと高いということもあるんですがただ問題としては典型的な問題がよく出てきますので例えば今回の第1問については、まあ、49歳の A さんが主人公でですね 例えば退職後の国民年金だったり、また問い2番のところ、ここのところ、ちょっと計算はできるようにしていただきたいんですけれども、こちらのところのですね年金の求め方ですね、年金の求め方のところですね、これ、できるようにしておいていただきたいなと思うんで、まあ、こういうところで部分って、まあ、毎回出てくるところなので、そこで点数を稼ぐという形でやっていただけるといいかなというふうに思います。 でまた、えー、金融の第2問なんですけども、今回は、えー、1つ、まあ、X 社という会社があって、そこの2期,2期比較、まあ、56期と57期のデータがあって、これを比較しながらの計算問題ということになっていきますが、例えば問い合、見ていただくと、えー、今回は X 社の、えー 関連情報や X 社の財務データに基づいて ROE、えー、と,、まあ RO e とえー、配当成功を求めなさいという問題ですでこれ計算式が頭に入っていればただ二級の場合はもう確実にこの計算が出ることはもう分かっているところなので試験直前には ROE とか配当成功を覚えていただければあと引っ張るデータ間違えなければ答え出ると思うのでただ自分で書かなければいけないのでちょっとき、えー、注意必要だというところとあとですねこれ必ず 小数点以下第2位まで回答となってますなので例えばきれいに点例えばですよ10.2となった場合やっぱり10.2だとですねちょっと弱いので10.2ときれいに割れたとして,としても10.20という形で2位まで回答していただきたいなと思うんで場合によっては減点の可能性もあるかもしれませんので小数点以下第2位までとあれば試者誤入しないでも割り切れた場合でも2位まで書いていただきたいというふうに思います。 トイレは積み立て NISA に,に関しての問題なので、えー、積み立ては長期的な話なので、えー、上場株式などは入れられませんみたいなところになってきます。で第3問のタックスなんですけれども まこちらについてはまあ、問い八がですねちょっと時間かかるところかなと思います。えー、雑所得の金額と総所得金額を求めますが、まあ、雑所得についてはですね、えー、今回年金ですか、えー、個人年金保険とかですねあと確定拠出年金の老齢給付とか、まあ、ここら辺をどのように計算していくか。あとはですね、えー、総所得金額ですから給与不動産で今回いろいろ申告というのがありますがちょっとこれ引っかかっていただきたくないのはあの損益通算 というものは青白関係なく適用受けらられますからあの青白関係なく損益通算はできますのでだからあの損益通算で聞くと青色申告者の得点じゃないかと思う方もたまにいらっしゃるかもしれませんが、えー、そうではなく白色申告者でも受けられるので、まあ、そこだけ間違えなければ得点はできるかと思います。 続いて不動産の問題ですが、まあ、今回のところもそうですけれども、ただ防火規制が順防火、順防火で対価建築物ですが、これでも憲兵率は10%緩和されますし、えー、今回は特定行政庁が、えー、指定する門、えー、地になってますよね、なってます。ですから、今回20%緩和ということなので、そういうふうにやっていただいて、えー、問10の丸1丸2憲兵率と要請率、ここのところは、まあ、典型的な問題ですから、ここのところ、しっかり得点していただいて、 これで2点ずつだと思うんですよ。確か2点ずつだと思うので、4点、ここでしっかり稼いでいただきたいなというふうに思います。第5問に行きまして、相続事業承継ですで。こちらにおいてはですね、まあ、ほとんどの問題では、問15を見ていただくと、 えー、相続税の総額を求めさせる問題が、まあ、ほぼ毎回も出ています。なのでここのところでは、えー、課税価格の一人一人の課税額を求めながらそこから今回遺産にかかる基礎控除額を求めなければいけないそしてあとは個々人のですね相続,税の、えー、総額相続税を求めながら最後、総額を求めるという形なので、まあ、今回の場合だとですね え相続人が妻 B さん、長男 C さん、えー、次男 D さん、大衆相続の孫 F さんですね。となってくるんで、まあ普通通りえ2分の1と4分の1かけていけばいいだけだと思うんで、あとは金額のえ合算などを間違えなければいけると思いますし、遺産にかかる基礎控除もこれ3人ですから、4800万ですか、4800万になると思いますので、えー、まあそういうふうな形で、えー、まあ決して難しくないと思うんですけども、ここは丁寧にやっていただきたいなという問題になります。 なりますので、そういう形で、まああの。 近在の実技試験は問題数は少ないんですけども時間は協会もですね全く同じ時間なので密度が濃いわけなのでしっかり時間をかけながらですね丁寧に解いていただきたいなというふうに思います。はいということでですね今回のところ配点がメインなんですけども配点は終わりましてあとこれで例えば、まあ、どちらの科目も学科も実技も合格したよとじゃあ次進みたいなという方がいらしたら、まあ、あの例えば AFP を持っている方であれ AFP を 目指す方であれば CFP の道もありますしそうでないよという方は1級という道もあって1級はただ競争試験なのでちょっとどうしても10%前後という合格率なんですけどもやり方間違えなければ決してあの難しい合格できない試験ではありませんのでぜひ頑張っていただければと思いますでは今日はこれで終わります受験された皆様お疲れ様でした